限られた人生の中でかける作品にいくらの値段をつけるかっていう、一人一人のお客さんを大事にするっていうのはすごく大事だと思うんで、貯めますね。なんか笑顔が素敵だったんで、いけるとこまで行ってみようかなと思ったら、いい笑顔でしたね、皆さん。ありがとうございます。江島さんのいい笑顔みんな見えましたね、今ね。よかったですね。恥ずかしいです。ちょっと顔赤くなってますが、はい、内容は濃く、はい、はい、冒頭は明るくやっていきたいと思いますので、はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はちゃんと喋ります。今日もね、今日も行きましょう。はい、というわけで、ね、今日のね、動画のテーマは、はい、作品の値段ですね。はい、値段問題、はいはいはい、価格問題についてお聞きしたくて、はい、結構そのあるのが、僕もこうアーティストの方で言われたことがあるんですけど、うん、どうやったら私の商品作品の値段を上げられるんですかねみたいな。なるほど。どうやって値段を上げたらいいんですか。はいはいはい、はい、それが超えないと、はい、私もうこの会社勤めやめれないんですと、はいはいはい、頑張って半月かけて書いても何千円とか1万円なんで、はい、ちょっとこの問題について、はい、ざっくりと作品を値上げするには、うん、まあ、どうすればいいのか、高価格でも買ってもらえる方法っていうところにちょっとお聞きしたいかなと思っております。了解です。いや、これはめちゃめちゃいい質問だと思います。全員はないねと。そう、この業界問わず悩んでる方多いと思うんですよね、はい、もう絵に関わらずですよね。逆に言うとこれさえ超えれば、はい、これだけで食べていけるじゃないですか。うんうん、そうですそうです。これができなくて、ね、はい、じゃあ安くにしようみたいな感じになっていくのが、うん、あんま良くないな、業界としても良くないなと、うん、ぜひちょっとこの辺の話を聞かせてほしいです。ですね。僕もこれまでの動画で安売りは絶対しないでくださいみたいなこともちょこちょこ発信させていただいてるんですけども、はいはい、じゃあそれは分かるけどもどうしたらいいのかっていうところで、値上げする方法なんですけども、そもそも値上げしたいけどできないっていう方の多くは、はい、お金をもらうことに対して申し訳ない気持ちっていうのが少なからずあると思うんですよ。自分がね。そうです、はいはい、こんなにもらっちゃって、いや、こんなには申し訳ないですみたいなが往々にして多いかなと思っていて、でそこをまず価値観を変えるっていうのが一つ必要かなと思うんですよね、はい。あの、人は意外とお金を払いたがってるっていう、うんうんうん、でそしてお金を払うがゆえに価値を感じているっていうところも絶対に、そうですよね、確かに、うん、でそこを意識しながら自身の普段の生活を過ごしてもらうと、多分お金払うことで自分自身が喜ぶ経験とか絶対あると思うんですよ、うん、シャネルのカバンとかね、そう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 、100円で買いたいかっていう、うん、ないですよ、うん、そうなんですよ。こんだけ出したから大事にしなきゃとか、やっと買えたとか、やっぱその絵画ってもう世界に1個しかないものなわけじゃないですか、うん、原画は。で同じテーマで描いてくださいって言われて もう全く同じは絶対描けないんですよ。でそこに自信を持っていただきたいし、価格が高いから買いたいっていう人もいることをまず知ってもらう。高いものが欲しいみたいな。そうですそうです。いいものが欲しいみたいな、うん、高く売ることは全然悪いことじゃないっていう。なるほど、うん、なるほど。高いがゆえに価値を感じてくれるし、大切にしてくれる心の、うん、このブレーキ、うん、リミットを外すには どうしていったらいいんですかね、やっぱりですね、あとそのお金をもらうっていうことはその分覚悟が必要なんですよ、作り手としては。なるほど。例えば100万円で売るってなったら、やっぱり 100万円もらってでも喜んでもらわないといけないっていう、うん、そこの覚悟を背負う必要があるので、そこの覚悟の量っていう表現が正しく分かんないですけど、覚悟の度合いを上げていくのはやっぱり経験を積んでいくしかないかなと思うんですよね。でやっぱり基本値段は自分で決定すると思うんですけども、はい、やっぱり売りやすい金額は自分が本来の価値だと思っている金額の、まあ、半分とか、本当は30万で売りたいんだけど15万で売りますとかだったら別に気軽に売れると思うんですけど、でそこがもそもそも少ない場合はやっぱりちょっと自分に負荷をかけて、今1万円で売ってるんだったら1万2千円にしてみるとか、で少しずつ上げて慣れていくっていうのが必要なのかなと思っていて、でじゃあそのでもその1万から1万2千円に上げれないんですよっていうところは無理やり上げるしかないかなと思っていて、一旦ちょっと、そうです、一歩、はい、その一歩を踏み出す勇気みたいな、うんうん、その時給上げたら何か言われちゃうんじゃないかっていうところは、それまでの既存のお客さんに対しては同じ値段にするとか、はいはいはい、で新規の人に対しては新しい値段設定に変えていくとか、うん、結構サービス業はこのやり方を取り入れてるところめちゃくちゃ多くて、例えばあの整体院とかですと1ヶ月の営業日に対してお客さんが何割ぐらい今稼働してますってなって、やっぱ一人でやってると1ヶ月に見れる
患者さんの人数に制限が絶対出てくるじゃないですか、はい、でもパツパツまで来ちゃったから、じゃあこれから新規の人は値段上げます。で、人によってはもう既存の方も含めて値段上げます。で、それによってちょっとお客さん一旦減るけども、そこからまた増えてって、で徐々に徐々に上げてって、最初5000円からスタートしたのが8000円、1万円、1万2000円とかって上げられてる方が多いかなと。へー、うん、その1万円を1万5000円した時に、うん、そのお客さんがいなくなっちゃうんじゃないかって、はいはいはい、その怖さもあるし、江島さんが言うみたいに、それで実はお客さんがその整体とかで減っちゃうけど、うん、でもその料金でもいいやっていう人たちがまた来てくれるから、うん、そうです。逆に言うと、そのあなたの価値を1万って見積もった人たちは、1万5000円で買わなくていなくなるんだれば、うん、それは正しいってことですよね。と思いますね。ですよね。うん、そう、客層は絶対変わります。うん、値段が変えると。その値段に合った客層が来るようになるので、そうですよね。それはご自身の働きやすさと合わせて調整してもらえるといいかもしれないです、うん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 、もうとにかく数をたくさん書いて、なんか安くてもたくさんの人に喜んでもらえるのが嬉しいのであれば、そこの価格帯、うん、よりは一個一個集中して、高くてももう本当に気に入ってもらえる人だけに買ってもらえればいいっていうのであれば、もう値段をガッと上げて、そうですね、うん、やっぱ一番は自分自身が楽しいか、うん、幸せか、うんうんうん、そこに合わせて、まあ、そこを目指してどう調整していくかを設計していくのがいいかなとは、はいはい、思いますね。さっきおっしゃってた覚悟っていうのが本当にその通りだなと思って、うん、100万円でじゃあこの絵を売ります、うん、でそのためにじゃあ100万でも買いたいって思ってもらえるものを作るんだと決めたら、うん、多分またあじゃあ俺の価値って何なんだろうとか、うん、俺のここに今絵に表現できる、うん、他の絵と違う、うん、差別化できる、うん、この本質的な価値何なんだろうとか、うん、これだし本気になれると思うんで、うん、結局なんかその安くすることって自分に対してもこう甘えられる、そうですね、部分も逆にあるんかなっていう、うん、あると思います。これ買ってくれるでしょみたいな、うん、ね、だから自分を本気にするという意味でもいいかもしれないですよね、うんうん、そう、結構その逃げ道にもなるかなって思うんですよね、うん、安くすることが、うんうんうん、もしなんかその不備とかあったとしても、うん、まあ、別に安いからしょうがないって向こうも思ってくれるだろうし、うんうん、こっちとしてもそういうふうに言えるし、うん、そこに対してこう自分がどこまで覚悟を持てるか、うん、そうですね。あとはなんか値上げして売れなかったとしても、はい、基本的に損はないじゃないですか、うんうんね、うん、売れなかったという事実は受け止めなダメですけど、うん、ね、なんかそれによって何かを失うとか別にないんで、うん、一旦上げてみてもね、そうですね。で、そうそうそう、であと値段を決めるのに関しては周りの意見は全く気にしない方がいいですね。なるほど。今のお客さんは変わるんで、今のお客さんにいくらにしようと思うんですけど高いと思いますか、絶対高いって思うって言うんですよ、うん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 、安く買いたいんで。そうですよね。今これで買ってもらってるけども、あげたらいやなんかその値段だったらちょっとなみたいに言われちゃってるんですよみたいな場合はもう全部それは古仕方です。うんうんうん、逆に言うとその言葉を聞いた時に、はい、あやっぱこの人たちじゃなかったんだなって思えるぐらいの、うんうんうん、ね、いや俺はこんなもんじゃないと。そうです、そうです、ね、ちゃんと自分の価値を信じてあげるというか、うん、でもし今の価格でもう買ってくれてるお客さんがいて、で自分自身がめちゃめちゃ幸せハッピーみたいな状態であれば、もうそれはそれでめちゃめちゃ素晴らしいんで、その継続でいいと思うんですけど、はい、やっぱ自分の中でどっかいやちょっと本当はもっと価格上げたいんだよなっていう思いがほんの少しでもあるのであれば、やっぱりご自身が目指している未来はもっと違う姿があるはずなんで、はい、現在地に何かそこに尾ひれを引かれるというか、うん、気にせずに、まあ、そこに向かって、じゃあそこに行くにはどうしたらいいのかっていう考えで動かれていくのが大事かなと。そうですね、うん、ちなみに八嶋さんは、はい、こう値段も徐々に上がっていった感じですか、いきなり上げた部分もあるんですか。値段は僕は現状原画に関しては入札制なんですよね。あ、そっか。だ入札制で、だ値段も本当人それぞれって感じなんですよね。高い人に売るっていうよりは、なんかこの人いいなと思った人に売る。まあでもオーダーで受けたりもするんですけど、やっぱ値段は徐々に上がっていってますね。でもオーダーは基本1件ずつ上がっていってるかもしれないです。八嶋さんの中でもそれが納得いく金額が上がっていってるってことですよね。はい、そうですね、そうですね、うん。ちょっと自己啓発的な部分も含めてですね、うん、自分の心の在り方ですよね、うん。自分が自分の価値をどう見積もってるかの話だと思う。そう、そうなんですよ。本当にそこっすね。やっぱりその時間は有限で、この限られた時間の中で描ける絵の枚数にも限りがあるので、うん、じゃあこの限られた人生の中で描ける作品にいくらの値段をつけるかっていう、自分の中での納得感。確かに、うん、やっぱりそこは最後自分自身で決めていかないといけないところになってくると思うので、まあ、でもやっぱそこは積み重ねてやっぱ感覚が絶対上がっていくはずなんです。いきなりガンって上げれる人ももちろんいますけど、はい、今日からプロになります、でもいきなりもう100万からしか売りませんみたいな人ももちろん中にはいますけど、やっぱりそういう方は少ないと思うので。そうですよね。
一人一人のお客さんを大事にするっていうのはすごく大事だと思うんで、やっぱり今自分がまず納得できるところから始めて、ここであとちょっと不満だな、これの金額で売れてたらもうなんかこの先しんどいなってなってきたら一回上げて、なるほどなるほど、でまたそこで最初はチャレンジング、この価格で本当に売れるのかなっていう不安もあるかもしれないですけど、でまたそこで売れ始めてきたら絶対またいやこの価格で売るのはなっていう時期が絶対やってくる、 そしたらまたちょっと上げるとか、その連続ですよね、それが気づいたら5年10年経つと、あ、はい、そういえば昔俺こんな値段で売ってたんだなぐらいの差ができてるってことですよね、そうですね、そうだからそのギャラリーとやっぱ絵描きさんですと提携して販売するっていうパターンがやっぱ業界としてすごく多いですけど、はい、最初は、まあ、その場合ギャラリー側が値段決めるんですよ、で日本の場合はもう完全独自文化ですけど合単価っていうのがあって、はい、キャンバスの単位が何号っていう単位なんですけど、0号が一番小さくて1号2号ってサイズが上がっていくんですけど、はい、日本の決め方は5単価なので0号いくらですみたいな、サイズと価格が決まってるってことですね。そうですね、で大体新人の作家さんとかは1万円スタートとか8000円とか高単価で徐々に上げていく、そうですね、で最初じゃあ1万円からやっていこうかみたいな、だからやっぱ安いから売れるんですよ結構、なるほど、10号で1万円だとかける10なんで10万円とか、なるほど、でどっかで壁くるんですね、だから、これ以上上がらないぞみたいな、そう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 、なるほど、で逆に言うと上がりすぎちゃって高単価が売れなくなるっていうのも結構この業界の悩みとしては結構耳にします、もう高単価30万とかになっちゃったら15で300万とかになっちゃうんで、はいはい、逆に売れないっていう、そうですね、やっぱそれはもう買える母数が限られちゃうからっていうところですかね、まあそうですよね、でも価格ってある種ですけど下げれないですもんね、そこまで来ちゃうから、そうです、そうだ日本はそうそれなんですよ、下げれないっていうのがあって、やっぱ前にこの値段で買ってくれてる人がいるからみたいな、で僕は結構海外の付け方がいいなと思っていて、海外は別に大きさ関係なくこの絵はいくら、この絵はいくらみたいな、じゃあ純粋に価値の価格ってことですよね、サイズ関係ない、そうなんですよね、やっぱもちろんあの作家として作る側からしては一定以上のクオリティーものを作るっていうのはあると思いますけど、やっぱ自分の中でもあこの作品めっちゃよく描けたって思うのもあれば、ここなんかちょっと納得いってないけどまあ現時点ではこれで OK かって作品もやっぱあるわけですよね、はい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 、そうするとやっぱその前者の超いいと思ったのが仮に0号だとしても、やっぱその0号今5単価10万円だとしたら、じゃあ10万円の価格で売りたいのかっていうところには結構僕は疑問を感じていて、そうですね、小さいから安いはおかしいなっていうのは、そうですね、日本独特なんですね、まあそのギャラリー、まあでも百貨店とか、まあ、日本独自の文化ですね、まあだからそういうところを使わなければね自分で価値とかも決めると思うので、まあ、そうですそうです、まあ、そこも含めてね、あのさっきあの言っててその通りだと思うんですけど、やっぱ人生有限なんで、ね、自分の人生でかける数が決まってる中でそれをどうね自分で見積もると、というか、その価値を決めていくというのがまあすごく大切だと思うので、はい、皆さんの人生も有限だと思うので、本当にそうっす、ね、覚悟を持って届けたい人に自分の価値を、たった一度の人生ですからね、ですよね、はい、考えていただきたいなというふうに思います、はいはい、結構なんか考えさせられる動画でしたが、皆さんどうでしたかね、はい、そう、ぜひ感想もお聞かせいただけると嬉しいです、こちらまでお願いします、はい、はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、またよろしくお願いします、お願いします。